こんにちは、ベンジです。ゼロ姿勢の声の続きをやっていきます。さて、今宵は誰の夢に行くのでしょうか。寝ます。K 以外だと思うな。本棚が出てきたから、本棚のとこ行くんだろうな。ミクちゃん。ミクちゃんだな、これ。やっぱり、ミクちゃん。すげえしてんだけど。あ、11の時、ついの道。牢の中の女性はまだ目を覚まさない。2階へ回り込めれば、牢のある場所へ行けるんだろうか。オッケー。ミクちゃんは、前の時にここでボスを倒したんだよね。あ、ミクちゃんのカメラ強化しとこう。結構ポイント溜まってると思うんだよね。溜まってる。いや、最大値を上げたいけどな。どうすっかな。あ、これ上げたいな。チャージが速くなる。で、ミクちゃんのあの、チャージショットの、あ？チャージって普通のこれか。どうしようかな。これあげとくかな。これ遅くするやつ。これあげよう。チャージショットが強いから。よし、行こう。で、ミクのチャージは、あ？掟を破ったら、あまね。クゼの宮に男を導くとは。ここってどうやって、あ、開いてる？開いてるよ。まずこれ拾っとこう。フィルムがなくなるからね。あ、万葉丸だ。あ、なんか反応してるよ。あ、待って、何？巻物。最初の方に覚書と読める。何かの教えを書き伝えたもののようだ。眠りの宮、あと、晩鐘を、忌み柱。この蚊帳の外だな。え？どこだ？この辺？上か？違うな。え、どこだろう？上かな？上行ってみよう。なんか反応薄いもんね。あ、ここ本のとこじゃん。おーおーおー。ここですね。ここら辺が強い。もう一個こっちか。ここだな。はい。写真に何かが映り込んだようだ。わからねえよ、それじゃあ。助けて。いいよ。書庫の奥の祭壇。え、なんて読むのこれ。なんとかのある部屋の、ああ、あの、蚊帳のことだね、これ。なんとかのある部屋の2階は書庫になっており、多くの古文書が、あ、古文書か。古文書が保管されていた。その奥に一つだけ祭壇が設けられた本棚があった。何かを飾っていたようなその書架には、紫紺の墨を持って記されし、戒めの儀文書を収めよ、と刻まれていた。ほーん。なんか本を収めるの。あ、ちょっと、ろうそく、ろうそくあんだけど、ここ、ちょっと上行こう。え？なに？こっからもう、全部、ろうそくありき？あ、
いや、拾わないでおくか。まだ拾わない。ああ、デフォルト位置が、いい絵でよかったね、今。これ、どっかに赤フィルム落ちてるから。こっちかな？あ、違うのか。無限脇じゃねえのか。ここに、ケイちゃんの時で、に、ここに赤フィルムあったんだよな。これ通れっかな。ああ、通れない。やべえ。時間かけるとダメなんだよ。ろうそくが消えちゃうから。ただまだろうそくは残り、いっぱいあるから、ここのろうそくは拾わないでおこう。いや、時間制限までついちゃうと、ちょっと、迷ってるともう真っ暗になっちゃうよ。結構迷うからね、このゲーム。ここら辺なんか落ちなかった？落ちてない。急げ、急げ。あ、で、さっきの写真。写真を見ればなんかヒントが書いてるかもしれん。これ。あー、ダメか。どこだろうな。琴置いてある部屋かな。なんか違うような気もする。ここを開けたことによって、ろうそくが必要になったんだよね。で、ろうそくが切れると強い霊が出るとかって言ってたけど。万葉岩。万葉岩すげえ拾えんな。フィルムが欲しいんだけど。あ、なんか反応した今。気のせいか。やばい、ろうそくどっかで拾いたい。こっち行けるんだっけ？あー、ろうそく切れた！消えた。いやー、怖いー。どっかに落ちてないかなー。あ、ここね。はい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 。あ、巫女のヒイラギを刻みし、邪面を備えよ。そっちなんか落ちてるけど、奥奥、なんか落ちてる。これと、おお、61式、いいね。そん中は入れないんだよな。そっちから入れるかな。入れないか。アイテム見つけるのも大変だよ。すごい薄ぼんやりとしか見えないから。あ、ここ上行けばろうそくあるよ。絶対ろうそく。これはい、よしよしよし、取れ取れ取れ。ふぅ、画面が、ああ、変わる変わる。よーし。色を取り戻した。あ、ジャンプしないといけないとこじゃないの？ジャンプできる？ミクちゃん。無理じゃない？無理だよ。ケイちゃんじゃないと、すげえジャンプはできねえと思うよ。あ、敵？敵だ。お前か。えい、超強力ショット。えい。ああ、ずれた。もう分かっちゃった、このチャージショットのやり方。おい、チャージじゃないけど。よしよしよし。チャージをすごいすれば、めちゃくちゃ強くなるな。チャージショットが、なんか、できるときとできないときがあったんですよ。敵に向けて、普通のチャージが溜まるとき、あの状態で、
押し始めるとチャージショットが打てる、溜まり始めるということですね。全然関係ない時に押しっぱなしにしてもダメと。あれ飛べないわ、やっぱり何も表示も出ない。え、どうしよう、これ戻るのに時間かかっちゃうよ。はい、やっと戻ってきたんですけど、ろうそくは切れちゃいましたね。じゃあ次こっち行こう。ろうそくどこにあったか全然わかんねえんだよな。あんまり取ってないしね、ケイちゃんって。出るよ。上なの？こっちで正解っぽいね。エンリアサーノはハータテって来てる。あ、ろうそくこっちに1個あるよ。知ってる知ってる。こっち。ここじゃなかった？あるはずよ。え？うわ、うわ、あ！入れ墨！ちょ、めちゃくちゃ強い。ちょふざけろお前。迷うか。ちょ離して。いや、ちょたまらんたまらん。ろうそくないとこんなになっちゃう。ふざけてんな。え、行ったらいる？どうだ？いや、いるな。いる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 。怖すぎる。そこセーブポイントなんだけど、そこ。え、セーブさせないってことか？いや、めちゃくちゃ減ったからね、今。いや、それ。どうすりゃいいのよ。いないね、まだいないね。いる。あのフィラメントが青く光るから、それで判断しよう。いや、でも上から聞こえたんだよな。違う方、ああ、そうか、そうか。こっちは。あ、こっちから来たか。こっちから来たね。じゃ、こっち行ってみる？いや、でもあっち正解っぽいんだよな。ろうそくだ。まずろうそくを手に入れなきゃいけない。いるなよ。なんか落ちた。いや、いるね。どうすんの？もう、こっから出られないよ。どこ行ってもいるじゃん。え、詰んでる？あ、一回出るか。そうだ、それがいい。一回出ましょう。こっから出るから。ここいるなよ。頼むぞ。いる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 。はい、出ます。はい、ろうそく復活。SP も回復してるよね。してる。よしよし。あ、撮ったフィルムなくなっちゃうの？
もっと持ってたもんね、青い船。30枚になってた。え、初期値に戻っちゃうのか。それは嫌だね。ここなんもない？なんもないね。セーブポイント。ちょっと一回セーブしときます。はい、セーブ完了。このろうそく。あ、普通の敵だ。普通のって言ってちょっと変か。ちょっと、そっちの広いところで戦わない？消えないでよ。消えたね。じゃあいい。A と戦う時間ももったいねえよな。本当に、ろうそく切れたらおしまいだってことが分かった。あ、これなかったよ。このミイラ。怖っ。これ前作ではいたんですよ。ケイちゃんの時、いや、調べらんねえ。ケイちゃんの時いなかったんだよね。こっち何いたっけ？あ、ここだ！ここだ！うん、あの写真の場所っぽいね。まだ。フィラメント反応してねえもん。こっちか。ここか？ここだ。おう、助けてやる。かわいらしい。これか？きたー！戒めの儀文章。かご舟乗せて、揺られ揺られて、久代の宮に祭り。わかんない、読み方。生の皮膚だね。立ちて、刻み、刻み、ひらぎ、納め。邪めに、声を、刻み。自ら砕き、砕きて、思い流す歌詞。四魂の儀終わらば、姿勢儀、うがち、うがちて、戒めの儀、すかし。不穏に沈め、沈めて、狭間に眠り。至極にこもり、こもりて、不穏にひいらぎ、なるほどね。お、やったぜ！ちょっともったいねえかもしんねえけど。ここジャンプんとこか。ミクちゃんジャーンプはとても飛べるような距離ではない。そらそうだろうな。常人には飛べねえよ。ケイちゃんマジすごいよね。この距離は飛べねえよ。ミクちゃん飛んだら面白かったけどね。はい、置いた。さあどうなる。上の階から仕掛けが動くような音がした。なるほどね。上の扉が開いたのか。そこも最初のあの映像に映ってたからね。で、ろうそくは取っていこう。もう多分ここには戻ってこねえと思う。はい。そんなに減ってないけどね。さてと、ここで出るか、誰か。出ないね。あ、出る。ブルツタ。戦う？あ？違う？敵じゃない？あー、撮影ポイントだったか。なかなか分かりにくいんだよね。来た！扉の鍵が外れ、開くようになっている。わっ！びっくりした！今、扉のロード中だと思ったら。ああ、びっくりした。あ、いないじゃん、みこさん。どうした？お腹痛いのか？お腹痛い？そこ別に低くないよ。天井。あ、針に頭ぶつけないようにか？お腹痛いのかと思った。さあ、どうでしょう。あ、入れた。
女性が倒れていた牢の床で何かが光を反射している。着物の一部に何かが縫い込まれているようだ。え？これなんて読むんだろう。石切りって読むのかな。なんとかの鏡。古い鏡の裏面にまるで入れ墨のように蛇の模様が刻まれている。おお、キーアイテムだよこれ。牢の床に敷かれた着物の上に一冊の古い本が落ちている。入れ墨模様の日記。父も母も弟もみんな向こう側へ渡ってしまった。私だけ残ってしまった。要さんと行けなかったあの時のように、久屋のお宮様からお迎えが来られた。引き受ける者がいない柊を持つ者が巫女となり、生肌立ちをすれば同じ痛みを持つ多くの人々が救われるんだと。でも一度巫女となり柊を刻まれるともうお宮様の外には出られない。村のすべてがなくなってしまった。父も母も弟もみんないなくなって私一人だけで生き残ってしまった。もう私には何も残されていない。もう会わないと決めてしまえばそれで私も苦恩に眠ることができる。たくさんの同じ痛みを救うことができる。なるほど。1だ。あ、お社の奥に要と呼ばれる人物。巫女らしき女性が閉じ込められていた牢に一冊の日記が残されていた。そこには彼女の思いが綴られていた。そこには要という名前が記されていた。巫女姿の少女の日記に記された兄の名前も要だった。彼は彼女に会いに来たのだろうか。社の奥へ。ああ、やっぱあれ似てるんだろうな。U か K かもうわかんないけど、 U も K も同じような顔してるけど。おいよし、ポイントゲット。この奥？ただこっちになんか、いやめんどくせえ。どうだ、この奥に。あれここ、なんだ、あ、ここか。お、どうして、どうしたの。ああ、これ仲間の巫女か、他の巫女さんかもね。ここ引き出しの鍵な。ビヨンって言うかな。あ、言わない。この配置なんで変わっちゃったんだろうね。え、こっからどこ行きゃいいんだろう。とりあえずこっち行ってみるかな。え、ちょっと待ってどうなってる。今来たのはここだよね。他行くとこないよね。ここは繋がったっていうことだよね。でだよね。こことか目指してみる。なんとなく。まっすぐだっけ。あ、違う。ああ、ろうそくが迷ってる場合じゃないのよ。ここは何もないね。どこか。社がどうとか言ったよな。社っていうとあそこか。あそこのことか、社って。あ、なんか落ちてる。おお、いいね。わかったぞ。ちょっと一応ここ調べてみよう。そういえばなんか変な鏡取ったんだったね。それを、社に収めるんだ。わかったぞ。じゃあ、社まで行きましょう。
りした。あ、こっちも取れる。おお、両方取れる。え、もういない？よしよしよし。あ、こっちじゃない。ってことはこっちで正解だね。お、まだいる。あ、いた。え、何回出んの？ラッキーポイント。なんで2回出た？一回セーブしよう。よっしゃ、行きましょう。間違いねえよ。ここで、まっすぐ行って、あそこの祭壇みたいなとこに鏡を収める。そしたら、誰か出てくるかな。そこで目が覚めるか、そこでボスが出てくるか、どっちかだと思います。いや、すげえな、ここ。緑のあの、あれが。なんか、周期みたいな。そこ！ここに収めるよ。何が？おお、クゼの宮っつった？久世の宮じゃなくてクゼの宮か。あれ？こいつなんか見たことあるぞ。あ、普通雑魚じゃん。ああ、雑魚ではねえか。来い来い、すげえ食べてるよ今。このままで行きたい。いやー、危ない。あー、もったいねえ。食べろ食べろ。来い来い来い。よし、つえ、このやり方だな。十分貯めて。あ、やっべ、消せる？消せねえか。全然食らわねえ。ただ妨害するだけだから。よし。あー、もったいない。あ、ていうか強いフィルム使おう。もうちょっと貯めてから。ここからよし、この状態で次のシャッターチャンスを待つ。壁の中からやんのやめてね。よし、よしよしよし、壁の中で殺した。いや、これミクちゃんの使い方を間違えてただけだな、俺。めちゃくちゃ強いじゃん、ミク。フィルム切れになんてならねえよ、普通。ゴマロなど密教に関するもののような仏具が並んだ祭壇の中央に丸い板を置くような台座が置かれている。よし、合ってる合ってる。石切りの鏡。わかんないけど、なんとかを終えた。よし、奥のなんとかの方から何か音がした。のれんね。なんとかを固定していた仕掛けが外れたようだ。え、どうやって開け？え、あ、中に入れるって。あ、どこが開いてんの？ちょっとちょっと、あっち側？開いてる開いてる。まずはこれでしょう。救助式、いいね。なんとかの中は床下の岩盤がむき出しになっている。中央にある石の寝台はそこから削り出して作られているようだ。寝台の表面をよく見ると赤や紫の墨の跡がある。ここで入れ墨を入れる儀式が行われていたんだろう。なるほど、ここが。寝台の、ああ、今読むこと一緒だな、こっちか。
さあ何がある、セーブしよう。あったあったあった、あああああああいやー消えちゃってる。よし、はい、セーブ完了。行こう。なんか干してない？うわ、な、なにこれ？気味悪。誰も助からない。消してる。そう。うわ、今夢から覚めたかと思ったのに。うわ、すごいよこれ。エヴァンゲリオンのエヴァンゲリオン9みたいな。ジャンプ？違うわ、こっちか。敵出んなよ。これ今何？ろうそく切れた状態と一緒ってことかな。え、なんかフィラメント出てきたけど、なんだ？何も反応はない。鳥居か、これ。鳥居歩くなんて、バチ当たりだよ。よし、行こう。いや、下なんかいるよ、これ。儀式が行わ、あ、そこであれか、手足に打たれるとこか。なんだ、何が反応してる。下か、とりあえず行くか。逃がさない、逃がしてお願い。ここら辺でもう反応すんじゃん。しない。うわ、これサンズの川のあれか、サイの河原みたいだね。ここで撃たれてたんじゃない。いる、巫女さん。うわ、撃たれてんじゃん。戦うの。 OK、 えい、ぶっ殺してやる。よら、よら。いや、ちょっとずるいんだけど。あんまりコンボやってると他のやつに食らうってこと。やべ、足あぶね。あれ、食らってる。どうしたね。あ、ちょ、おい、子供だからって容赦しねえぞ。来い、ほら、だいぶ食べてっからな。よし、一匹倒した。よしよし。どっちだ、こっち。よっしゃ、ほら、ほら、ほら、もう一丁。よしな、もう一匹。あれ、三匹、全部で三匹だよね。なんか四匹いそうなもんだけど、いないんだね。あ、やべ、ちょ、ごめん、間違え。あぶねえ。どっちだ、こっちね。しっかり溜めてから、よっしゃ、強烈、はい、よし、楽勝ですな。え、ここセーブポイントなんじゃないの。現在はセーブできません。開く、それ。開いた、なんか軽そうに開いた。ずっとお兄ちゃんに会いたかった。あれ、かなめお兄ちゃんか。兄さん、あ、あ、お兄ちゃん、真冬兄さん、開かないで。それ以上、一回戻るか。そっちはダメ。いや、ダメだ。
兄さん。やべえ、ミクちゃんこれで帰らぬ人となっちゃうか。私、あの時、兄さんを置いて。三途の川だってことだよな、ここ。一人で。そうだよね、サイの河原が一個前にあって。ここ川だから、三途の川だよ。ここを通ってしまうともうミクは戻れないと思う。もう現実でミクは目を覚まさないと思う。私もそっちに。一緒に。一緒に。やっとミクの使い方が分かったのに、もうミクちゃんは目を覚まさないと思うよ。行ってみっか。ミク？ひなさきミク。水の流れる洞窟の奥、前を歩いていたのは、アマネの兄、カナメだったんだろうか。それとも、ミクの兄、真冬さんだったんだろうか。ミクは真冬さんに謝り、そして一緒に行きたがっていた。真冬さんのいる向こう側へ。もう、レイさんも気づいてるもんね。ミクっていうくらいだもん。ケロッとしてたら、それはそれでいいんだけど。ミク黒くなってる？灰になってる？あ、お、起きてんじゃん。ミク、ミク大丈夫？入れ墨？レイさん。あ、はい。私たち死ぬんです。え？やっぱり。あ、赤い入れ墨だ。分かったんです、うん、この入れ墨は私が生きている罰なんです。そんなことないよ。私、あの時から生き延びて、生き残って、だからそんなことないぞミク。私、子供の頃から人には見えないものが見えて。うん、そうだったそうだった。兄さんだけが私を分かってくれたのに。だから分かるんです、私たち死ぬんです。肉優しいレイさん、いつも私に言ってくれるじゃない。前向きにならなきゃダメだって。その通りだな。自分は一人だって思わないで。ありがとう。でもさ、ミクちゃんが私たちとかって言ってるんだから、レイさんもその入れ墨入ってやばくなってるってことは気づいてるってことだよね。ミク、レイさん、私小さい頃から、さっき聞いた、聞いた聞いた。私は兄と一緒にあの縄の家、氷室邸にいたんです。でも戻ったのは私だけでした。兄はあの屋敷で命を落とした女性と一緒にあの屋敷の奥に残って、兄はそれを運命だと。でも私はそんな兄だから好きだった。だからせめてずっと思っていようと思ってたんです。でもどんどん忘れていく。私にはもう覚えていることくらいしかできないのに。あの夢で兄を見たとき、私、兄にもう一度会いたくて。このまま真冬兄さんを忘れるくらいなら一緒に。ミク、そっか、ブラコンだもんな。兄さんと一緒にいたい。ミクのあの夢での言葉は彼女の本心なんだろう。落ち着いてくれたようだが、それで本当に良かったんだろうか。私自身、自分の優への気持ちをどうすればいいのかわからないの。確かにね、レイさんも優見たら言っちゃうよね。
もう下は怖いから行かない。このまま寝れられる状態だしね。はい、ということで今日はここまでにしましょう。次回多分03バージョンだろうなと思います。では今日はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。いかがだったでしょうか。動画は毎日アップロードしています。チャンネル登録は左上のアイコンまたは画面下のチャンネル登録ボタンからお願いします。このゲームの再生リストは右上のサムネイルから飛ぶことができます。チャンネルページでは他にやったゲームがまとめてありますので、よかったら見てください。ではまた明日。